北秋田市営アニスキー場は、秋田県北秋田市アニに位置するスキー場である。森吉さんの樹氷標高の高い場所では、樹氷が見られる。毎年1から3月にかけて、樹氷鑑賞が行われている。アニスキー場がある、森吉さんは、花の百名山に数えられ、冬季期間は、スキー場営業期間のほか、グリーンシーズンの特定期間にも、 トレッキングや高山植物、紅葉を観察する客のために、ゴンドラやレストランが稼働していることが特徴。森吉山登山に利用する人もいる。冷圧雪コースが用意されている。山頂付近のチャレンジコースが冷圧雪になっている。1974年頃より、北秋田郡阿仁町に、スキー場開発構想があり、秋田県は、 西武鉄道グループに進出を打診。北秋田郡森吉町もスキー場構想に参加。1982年、秋田県は正式に開発計画を公表。国土計画により1987年に森吉山ん兄スキー場と森吉町側の森吉山森吉スキー場が開業した。当初は森吉山山頂まで、 ゴンドラやリフトを掛け合側、森吉川をつなぐ大スキー場構想があったが、環境保護派の反対もあり、当初計画よりかなり低い地点でのゲレンデ開発となり、山頂開発計画は断念された。両スキー場はつながっていないのに、リフト圏が共通だったのは、この計画の名残であった。以来、プリンスホテルが経営してきたが、グループ内のリストラにより、 2006年12月、森吉スキー場は閉鎖。アニスキー場は、他の8つのスキー場とともにウィンターガーデンリゾーツに売却された。しかし1996年度に8万5000人を数えたスキー客は、2007年度には4万4000人へと半減。2008年には、ウィンターガーデンリゾーツ側が、北秋田市に対して撤退を申し入れるに至った。 スキー場の敷地は国有地を沈借しており撤退もしくは事業を継承する企業が現れない場合には敷地の返還と現状復旧が行われスキー場としての機能が損なわれることから市側は撤退を撤回するよう申し入れを行っていた2009年5月29日北秋田市は財政支援して夏秋のみ営業し大きな赤字が見込まれる 冬季営業は見送る方針を明らかにした。このため2009から2010シーズンより、スキー場としての営業は見送られる公算が大きかったが、2009年夏季シーズン、特定非営利活動法人冒険の鍵くんが、ウィンターガーデンリゾーツより、ゴンドラ等の設備を無償で借り受け運営を開始し、引き続き、スノーシーズンも、冒険の鍵くんが運営を行うことで営業を、 継続できた。2010年1月からは NPO 法人森吉山が運営を引き継いでいる。2010年11月、ウィンターガーデンリゾーツは北秋田市に対し2011年3月末での運営からの完全撤退と施設の無償譲渡を申し入れ、譲渡先が見つからなければスキー場の現状復旧に着手する構えを見せた。北秋田市は 譲渡を受けると施設保守費用や廃業の場合の現状復旧費用など多額の負担が生じるため慎重に判断するとしていた。2011年3月、北秋田市はアニスキー場が観光政策上重要であることから無償譲渡受け入れを決定、4月1日付で譲渡が行われた。NPO 法人。 森吉山が引き続き指定管理者に選定された。スキー場は冬季スキー場営業のほかに、単線自動循環式普通作動である、アニゴンドラを利用し、柿運行を行い、花の百名山でもある、森吉さんの鉱山の高山に植物のお花鑑賞、秋は紅葉鑑賞を行っている。また、冬には、山形座王で有名な樹氷鑑賞もできる。ありがとうございます。